これごぼうはね、ささがきするときにたわしでこすると白くなります。ちょっと色がついてますけどね。今日はご飯に炊きますので短いささがきよ。いい、こうしてね包丁は細かく入れますよ。それからこれがね、もしもね柳川のようなものするとき、柳川っていうのは土壌とごぼうと卵なんですよ。その時は長いささがきにする。そうすると土壌がほらヘラヘラヘラして、それと一緒にごぼうも一緒にわっと食べられるように長くするの。こんな短いとね、箸にも棒にもかからないということになりますからね。それでこれはこうよ、ちょっと今日はね短めのご飯に入れますのでね、こうこれがここにあればいいの。酢水ちょっと落としてあれば白くなりますからね。ごぼうもうちょっと足しますか。ほんの少し。ごぼうがねご飯に美味しく、炊き込みの時はごぼうがとってもいい香りになりますのとね、体にもよろしいの。昔はごぼうっていうのは薬草に思われてたらしいですよ、この根のものっていうものはね。でも確かにこれはいいんでしょう、ごぼうはね。これはね天地を落としますよ。天地っていうのはね、地の方は硬い。そしてこれはお正月にあったり、それからお芋たくさん切りたい時はですよ、こうして並べるの。それをこう取ってボンボンと置いたらどっちかなってやるでしょう。それは避けた方がいい。これカッ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 と並べてるとひょっと取って剥き上げたね。さあこれは今日は亀甲に剥きます。この芋なりにねこう剥いてくださればいいけど、これはね途中で息をしたらダメよ。ふんってやったらこの子がガクガクガクなる。止めるんじゃない、溜める。止めたら死んじゃいますよ、溜めるのよ。ここで息をね、これはね剥き上げるということはね、この自分で感覚が分かる、ほら亀甲になるわけだから。これ8面でもいいんですよ。でも今日はね6面ですね。ちょっとここ取りますね。そしてねこういうのはね自分で楽しむっていうことも大事なのよ。やっぱり楽しく作らなきゃっていうことは、嫌な時はもうね缶詰開けてね取り合わせて食べてください。毎日は困るけどね。これほら亀甲になってるでしょ。で今日このままじゃ大きすぎますからね。今日はね私はもうこのくらいに切ります。あなた方のお口に合わせてね。これはお水にすぐ離して、そしてぬめりを取るんですよ。はい、これはねこんにゃくはこれ黒こんにゃくの方がいいの。これ割とお高い方でも大したことない。このまま食べても美味しいの。これよく5分間ぐらい沸騰させてください。でこれを短冊に切るときどうするかというと、もう溜つすがめつして迷うけれど、そんなことないのよ、大丈夫よ。これでいいの、短冊ね。これを切る、これ茹でてありますからね。それでこれで短冊になるわけ。ほらこのものによって包丁の使い方が違うの。こんなのこんなことしてもヘロヘロしてね、ヘラヘラしてるからグイッといくのよね。それからね日本料理ではあんまりこういう包丁使わないの。どっちかというとそうね、この方か、こう、これはそぎ切りですね。千切りはこう落とすでしょ。今の場合これはねこの、そしてあんまり薄いとね美味しくもなんともないわよね。だからね頃合いの厚みっていうの、これはね4ミリぐらいありますね。ちょっと多いから入れるとき塩梅しましょう。それから油揚げはね、今日はこの美之助の油揚げで縦半分に切って千切りね。それから
こちらの人参は拍子木、拍子木って言ったら何か思うでしょ。私たちは小さい時紙芝居のチョンよね。知らないでしょ紙芝居って。あ、今だったらお芝居のチョンよね。ちゃんとあ、それで幕が開く前にその音がするでしょ。あれはね、いい音がしますよ。で、今日これはね、あの皮をくるむきにしますけどね、このね、人参はね、冷蔵庫に長く入れておいたら皮のむき方が難儀します。常温に戻しておいた方がいいわよ。もう皮がもったいないほどになりますからね、あの厚くむけますからね、それは気をつけた方がいいですよ。ちょっとこれ長かったけど、ちょっと長いからちょっとあなた、これまた他に使えますからね。これはね、もみじの人参にしてちょうだいね。これね、これこっちは3センチぐらいですから、だいたい食べ物の寸というのはね、1寸と昔から言われてる。1寸っていうのは今の 3.33333、それがお口に合ったサイズですから、長くても短くてもそれは美味しくはないのよ。ほら、こんなのめんどくさいと思ったらね、あんまり思わないから返事に困っちゃうけれど、まあね、これがお水はいいのかな。これはね、拍子木よ、お芝居のチョンですよね。これは3カップ半。これお水をちょっと取り出してお出汁と入れ替えますが、お出汁はね、これだけのもの入りますから薄出汁でいいです。これからお味が出ます。ここにね、あのなんだっけ、あのほら、いりこ、いりこ入れたら最高に美味しい。うん、煮干しよりうんと小さいのよ。はい、それは美味しいですよ。1でしょ、2、3、4、5、6、7、9取れる8、じゃあここ9ね。この分お出汁を入れます。1、2、3、4、5、6、7、8、9ね。それで3カップ半ですので、1カップに対してお酒1入れるんですけど、3カップ半でも今日はね、半は入れません。 3杯でちょうどいいですからね。お酒が入りました。それからお醤油も本当は3杯半なんですけれど、3にしておきましょう。1、2、3。お塩は何杯ですか、これ。1弱。これ小さじですからね。これで今お味を聞きます。お砂糖は小さじ1、隠し味よ。これで美味しくなります。隠し味ですからね、ここでよく混ぜてください。混ぜないとね、最後にね、ご飯炊き上がった時に調味料が下に固まってると、そこだけ焦げるか、お味がそこだけ強くなってますからね、気をつけるんですよ。あら、美味しいですよ。さあ、入れてください。ごぼうが少ないような気がしたけど、まあまあ早く入れて。
この里芋がね意外と美味しいの。それはぬめりを取ってあるからご飯が何とも言えず、その里芋のほっくりとしたのが出てきますからね。さあそれではこれで炊きますよ。はじめ強火。これだけ具が入ってるとね蓋がカタカタならないの。白いご飯だったら5、6分でねあなた方を呼びます。そしたらしばらくカタカタさせて細火にするけど、これはね呼ばないの。絶対蓋も動かない。だけど中でもう煮立ってる音がしますからね。6分したら細火、ホタル火、それほど細いの。そこで13、4分炊きます。で火を止めてこういうご飯は10分蒸らします。白いご飯だったら9分が美味しいのね、うん。それで次は、あ、それで今日のご飯は吹き寄せご飯ですから、ここに用意しましたのがほら人参のもみじでしょ、ごぼうの松葉ね。これはねあのこのくらいの長さに切って、そしてね上を残して下だけ包丁入れて お酒と醤油だけで煮たものを広げてある。これはねここにありますがほらこういうので抜いてからお水とお出汁でもいいのよ、お水とそれからあのお砂糖とお塩少しで煮て甘くていいの。こっちはお醤油がいい、でもしょっぱくしない方がいいですよ。それで今度こちらは胃腸に抜きますからね、ここに用意しました卵1個でねあのだいぶできますからね。お塩ちょっと入れてちょうだい。それでその絵がね、うん、そうそうそう、もうちょっとだ、そうです、うん、もうちょっとちょっとご親戚ほどだけだわねもうちょっと欲しいわよ、うん、よし。芋のっていうのはねなかなか余熱が これちょっとね試してみますね。あ、もうこれいいです。はい、いいですか。厚手がありますからね、火の通りはね一回熱したらその余熱でこういうことはできますから、ほらだんだん表面も乾いてきますからね。はい、さあそしたらちょっとだけ、火を止めました。さあここで返しますよ。はい、フライパン斜めにしてこうしたらね、ちょっとあ火に当てますか、表面乾いてなかったから。さあそれで抜いてください、うん、私が抜くの
ちょっとこれなのかな。イチョウですよ。本当にあの東京都のマークだけれども、まあこれもね、全部あの押してから抜いてもいいけど、ちょっとお目にかけるためにもうこの辺でやめておきましょう。冷めるとね外れやすくなりますから、ほらこれよ。ね、これはね。ご飯よそいました。今日はこのお煮物碗ですけど、煮物茶碗ですけど、これはうずらですかな。それでねここにご飯よそって、これを3個ずつ吹き寄せられたみたいなご飯に見立てるわけ。見立てるっていうことはそのものではない、それ に見通ってるというか、なんていうか、そういう感じのものですよ。じゃあこれ抜いてください。だからこれ3個ずつ散らしますからね。もうそれだけでね、あのお子さんのいる方もまあ喜ばれる、それからまあどなたでも喜ばれますからね。ちょっとそういうのはあのまあ楽しむということね。これ開けて、火を強くして。